はい、どうも皆さん、こんばんは。WD23 スタジオでございます。本日はですね、2023年5月の18日、ファンタジースプリングスの様子を見ていきたいなと思います。というわけで、まあ前回ね、ゴールデンウィーク明けのファンタジースプリングスを皆さんにお伝えしていったわけなんですけども、そこからね、また10日間ほどね、経ちましたが、どのような変化が見られるのか、こちらもね、皆さんにご紹介していきたいなと思います。それではですね、40周年を迎えた東京ディズニーリゾートのファンタジースプリングス見ていきましょう。どうぞ。はい、ディズニーの隣になりまして、東京ディズニーランドステーションを出たところになります。本日のね、このような形でやっていきます。まずはリゾートラインからの様子、そしてスローモーションの映像とですね、ウェイサードステーションからの様子に、さらに最後画像解説の方を行っていきたいなと思います。まずはこちら、本日の緑壁でございます。またね、後ほど見ていきます。そしてこちら、新スペースマウンテン周辺工事の様子でございますけれども、起工式も終わりまして、今こんな感じになっておりますね。別の動画で、詳細ねお伝えしていこうかなと思っております。そしてこの奥見えてきますのがラプンツェルの森のエリアになっておりまして、ラプンツェルの塔とかもねこちら見えてきます。そしてこの辺はね、城壁とか、あとはラプンツェルのレストランとかね、その辺の掛け割りが見えておりました。そしてここノースマウンテンフローズンジャーニーでございます。後ほどのノースマウンテンに関しては表からの様子見ていきましょう。そして間もなく見えてきましたのが東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのデラックス棟、そしてその前の駐車場となっております。駐車場のゲートがね、間もなく見えてくるんですけども、そこの駐車場のゲートにはですね、案内表示板がありまして、このゲートから入った車に対しての案内がね、こちらに出てきておりました。そして、こちら見えてきましたのが、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルデラックスとの外壁工事の様子でございます。まあ、ここね、作業員の方は見えたんですけど、まだ絵とかは、加わっていなさそうですね。そしてこの辺、ファンタジースプリングスホテルのロビー、車寄せドームの周辺になっておりまして、ここね、駐車場のエントランスの入り口となっております。ここもね、足場立っておりました。そしてバックエントランスですね。この後はですね、ネバーランドアドベンチャー側見ていきましょう。どうぞ。こちらでネバーランドアドベンチャー側ですね、奥にラプンツェルのとジュリーロジャーゴにピクシーフォロー、アレンデール城、そしてノースマウンテンフローズンジャーニーに、アレンデールの街に魔法の泉、そしてこちらデラックス島の中庭にレストランの上部、そしてメイン島のドームですね。そしてこちらですね、ネバーランドアドベンチャーの箱になっておりまして、ファンタジースプリングスのエントランス CP 島ですね。この後ですね、サンプルヤードを見ていきます。こちらサンプル宿でございます。この後はですね、スローモーションの映像を見た後、ベイサイドステーション周辺、相変わらずね、いつも通り見ていこうかなと思っておりますので、お楽しみください。ネバラのベイチャーがですね、奥にラプンツェルのとジュリーロジャーワイピック、シーフォロー、アレンデール・ジョー、そしてノースマウンテン・フローズンジャーニーに、アレンデールの街に魔法の泉、そしてこちらデラックス島の中庭にレストランの上部、そしてメイン島のドームですね。はい、それではですね、ベイサイドステーション改札出たところになります。こちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前となっております。今パークエントランス前、ここのね、手荷物検査場と思われる場所をですね、いろいろ屋根とか含めて工事しておりまして、屋根の突起のね、はい、装飾と、そしてこの屋根の縁のところのね、装飾が追加されておりまして、まあ柱はね、相変わらず緑色、そして屋根の縁も緑色のこの濃いやつがね、下にも置いてありますけども、こんな感じでいろいろ装飾が追加されております。そしてですね、このパークエントランス前のところ、花壇ね、ここ植栽が加わっておりました。松ですかね。はい、こちら針葉樹の植栽が加わっておりまして、さらにこのパークエントランスの地面のところ、ここね、石畳が敷かれておりました。いろいろね、細かいところ見ていくと変わっているパークエントランス前ですね。そしてこちらですね、ベイサードステーションに続く通路のところもね、はい、徐々にできてきているといった感じでございます。そしてこちらはですね、グランドシャトー駐車場のエントランスのところと、さらにはこちらデラックス棟のね、外壁の足場の工事ですね。
そしてこの辺は車寄せドームの周辺、この辺はね大きくは変わりはなさそうですね。はい、そしてエスカレーター降りたところ、パークエントランス前のところですね、手荷物検査場と思われる場所の屋根、この下のところを見てみてください。ここぐーっと寄っていくと、はい、ここね、まあ、柱とかありますね。緑色の柱、まあ、装飾ね加わっておりまして、さらにこの屋根の下のところ、ここ、はい、植物をモチーフとしたさらに追加の装飾が加わっておりました。めちゃめちゃ美しいですね、ここね。色合いはこの柱に比べると、まあ、黒っぽいような、そういった印象がありますね。後ほど画像で詳しく見ていきますので、ここね、はい、注目すべき点でございました。はい、そして B サイドステーション降りて、まあ、見ていきましょう。ここホテルにさらに奥のところ、ネバーランドマウンテンでございます。はい、こちらネバーランドつながりといったところで、こちらですね、ネバーランドアドベンチャーの横のところにありますレストラン、ロストボイズレストランになっております。その上のロックワークですね、はい、こちらも足場がね一部外れておりました。こんな感じで足場外して、まあ、今おそらくこの色とかを確認しているところかなと思います。また追加で足場ね、設置して色をね最終的に、まあ、塗っていく感じになるかなと思われます。はい、こちらベイサイドステーションホームの端から見た場所になりますけれども、まずはですね、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのグランドシャトーのね、こう足場ですね、まあ何かしら装飾加えているんでしょうか。そしてこちらですね、ネバーランドマウンテンでございます。ネバーランドアドベンチャーの上のロックワークになっておりますけども、ファンタジースプリングス2大マウンテンの一つですね。はい、相変わらず、まあ、足場が徐々に下がってきているといった感じで、美しいロックワークの、はい、塗装がキラカとなっております。まあ、このね焦げた部分、個人的にはね、好きなんですよね。まあ、噴火している様子がわかるかなと思います。今ですね、ネバーランドマウンテンのロックワークはこのような状態になっております。はい、そしてこちらアレンデールになりますけども、この奥に見えてきますのはアレンデール城ですね。はい、今こんな感じでアレンデール城は進んでおりまして、毎回ね結構いろいろ変化が見られているといったところですけども、はい、ここ見てください。先頭部分かなり壁面がね張られているのがわかります。前回よりもかなり多くの部分で覆われているので、まあ色こそまだ塗装はまだなんですけども、この壁面の部分が張られているといったところで、結構スピードが速いですね。この先頭部分加わってからアレンデール城の進みがかなり速く印象に残っております。はい、こちらベイサイドステーションホームの端から見た場所になるんですけども、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのグランドシャトー裏のサンプルの壁画となっております。まあ、こちらのサンプルの壁画自体はね、まあ、大きな変化はないのですが、今こんな感じで壁画自体はまだ残っているといった感じですね。まあ、おそらくグランドシャトー側とか、まあ、外壁の一部に、まあ、こういった壁画が加わるんではないかなと思いますので、まあ、そちらの方はね皆さんにお伝えしていこうかなと思います。それではですね、画像を見ていきましょう。まずは画像1枚目、こちらでございます。本日の緑壁でございます。まあ、この緑壁自体はね、まあ、ここ緑色の壁は変わんないんですけども、この緑壁の上の部分見てみてください。まあ、山らしきものがおそらく加わるんじゃないかなといったところで、山を設置するための基礎がここ奥に見えます。さらにはね、あのパネルっぽいようなものも加わっているので、イメージとしてはおそらく、まあ、ロックワークというよりかは、ファンタジーランドフォレストシアターのような、そういった山のハザードがまあ加わるんではないかなと思います。それに合わせてこの緑壁も何かしらの塗装が加わるんじゃないかなといったところで、まあ、足場も全体覆っていることから今後ね変化が加わりそうな印象であります。ノースマウンテンが手前にある場所になるので、ノースマウンテンが東京ディズニーランド側から見えた時に、まあ、ここにね違和感ないような形で映るんではないかなと思いますので、緑壁の今後の変化も皆さんにお伝えしていこうかなと思います。続いてこちら遠目に見える東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのグランドシャトー側ですね。ちょうどパークエントランスの上部あたりになります。まあ、全体的に足場覆われているわけですけども、なんかね若干緑色っぽいの見えますかね。なんかわかんないんですけども、もしかしたらフェイクグリーンがもう加わっているかもしれないので、今後東京ディズニーランド行った時にねこの辺をお伝えしていこうかなと思います。
はい、そしてこちらファンタジースプリングスホテル関連といったところでもフェイクグリーンではないかなと思われるものが、まあ、奥に見えました。はい、ここパークエンタナンスの奥のところになる写真なんですけども、緑とあとは、まあ、紫ピンク色っぽい花のようなものがあります。もしかしたらこれがクレーンで吊り上げるような形でフェイクグリーンとしてこのファンタジースプリングスホテルに加わっているかもしれないです。ネバーランドの裏のところにも大量に今植物のフェイクグリーンと思われる植物がたくさんありました。これらの植物がファンタジースプリングスホテルのグランドシャトー側のですねパーク側に加わるんではないかなと思われますので、コンセプトアートに近いような形でホテルが装飾されていくものと思われます。そして続いての写真はこちらですね。ファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前のですね、おそらく手荷物検査場と思われる場所の屋根の装飾ですね。屋根下の装飾になりますけども、まあ、植物をモチーフとしたファンタジースプリングスらしい、まあ、装飾がこちらには加わっております。柱の両サイドに加わっているものなんですけども、柱自体はね、まだ銀色のシルバーの部分が出たままになっているので、まあ、何かしらこちらにもカバーのようなものが加わるんではないかなと思います。そしてこちらはですね、ラプンツェルライドの箱の奥にあります、トゥーンタウン側に見えるかき割りの様子ですね。トゥーンタウン側から見た時には、トゥーンタウンの街並みが遠くに見えるような形で、まあ、加わっているものなんですが、ファンタジースプリングス側から見た時はこのような形になっています。おそらく、まあ、高さ的に、ファンタジースプリングスから見えるような場所ではないので、トゥーンタウンからファンタジースプリングスのラプンツェルライドのロック枠を隠すためのものと思われますね。はい、続いてこちらファンタジースプリングス2大マウンテンの一つ、ネバーランドマウンテンの様子でございます。まあ、だいぶ足場も外れてきておりまして、まあ足場の鉄骨自体も外して、さらにはそこを埋めるような形で、まあ、塗装も行われております。非常に綺麗な形で山が出来上がっているのがわかりますね。はい、続いてこちらノースマウンテンフローズンジャーニーの様子でございますけども、まあ、奥にねノースマウンテン見えますね。めちゃめちゃ綺麗なんですよね。全体的に見てもやっぱ雪山の、まあ、この感じがですね、今が多分一番綺麗にノースマウンテンのロックワークは見えるんじゃないかなと思います。雪自体はやはり汚れとかで結構茶色っぽくなって気がちになるかなと思いますんで、まあ、この白っぽい雪の感じがですね、今一番綺麗に見えるんではないかなと思います。エルサのアイスパレスに関してはですね、サンプルが撤去されてから、まあ、大きなね、進みはなく、エルサのアイスパレスはまだ見ることができませんでした。まあね、このアカウントでは、毎回楽しみにしているエルサのアイスパレスでございますけど、またね、はい、今回の動画に関してもじらされている状況でございます。はい、そしてですね、こちらアレンデール城の様子でございます。アレンデール城ね、アレンデール城のエントランス部分となります三角のアーチがこちら綺麗に見えておりました。縁の部分がですね、装飾が加わっているのがわかります。なんか茶色っぽいやつがね見えますね。そしてその上の部分はですね、別の写真角度から見た時によく見えました。こちらでございます。はい、こちらですね。はい、下から見た時の様子でございます。さらに拡大して見ていきましょう。さらに拡大すると、先ほど動画で見たように、このね、壁面の部分が貼られているのがわかります。まあ、デコボコしている様子がありますね。コンセプトアート上だと、まあ、茶色っぽいような、肌色っぽいような、そういった色合いになっているので、おそらくまあ、ここからさらに塗装が加わるものと思われます。まあ、アレンデール城に関してはかなりスピードが先頭部分取り付けられてから速くなってきたので、毎回ねこういった変化が見られますので、今後も楽しみにしていきたいですね。はい、それではですね、いかがだったでしょうか。2023年5月の18日ファンタジースプリングスの様子でございました。最後はですね、やはりこちらホテルの看板のところちょびっと出ているところからお届けしていきたいなと思います。毎回ね、一応これ撮ってるんですよね。今回めちゃめちゃ暑かったです。30度近くになったんじゃないかなと言ったところで、かなりね、暑い日々が続いているわけですけども、東京ディズニーリゾートでね、皆さん楽しんでいただくときは熱中症とかね、注意してもらいながら楽しんでいただければと思います。こちらのアカウントではですね、ファンタジースプリングスの様子をお伝えしておりますが、こんな感じでね、外壁工事のものも進んでいるような感じですね。楽しみですね。はいはい、それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。